黒潮号、黒潮号、黒潮号、黒潮号は日本国有鉄道の前身である鉄道省が1933年から1937年まで運行した週末運転の準急列車、現在の快速列車である。当時は黒潮列車とも通称された。大阪市と和歌山県の白浜温泉を直結する観光列車として運転され、大阪和歌山間では 半和電気鉄道、現在の西日本旅客鉄道半和線及び南海鉄道、現在の南海電気鉄道南海本線に直通した高度な技術を伴った高速運転を行ったことで戦前の伝説的な列車として知られている。大正末から昭和初期和歌山県内では規制再線の建設が難進し、 それまで不便な土地だった和歌山県南部の南紀地域は関西地区の新たな観光地として開拓され始めた。この流れの中で南紀の継承地である白浜温泉が注目されることになった。そこで当時の鉄道省大阪鉄道局以下大鉄局は半和間を走る南海鉄道と半和電気鉄道の両社に鉄道省の客車を使用して大阪から 規制再線へ直通する南紀観光列車の運行を打診した。阪和電気鉄道はこれを受諾したが、南海鉄道は自社からのみの直通を望んでいたことから、この案に難色を示した。このため、直通運転は早期実施を求める世論もあって、当初は阪和電気鉄道単独で直通運転が実施されることとなった。1933年11月より、 半和天王寺、現在の天王寺北田鍋館の週末、直通運転が開始された。この列車は、半和電気鉄道線内は、同社の電車で客車を牽引した。大鉄局では、列車愛称を公募しており、11月5日、締め切りであったため、初週4.5日の、第一回運転には間に合わなかったが、同月8日、正午審査開始の末、5227の応募の、 中で最多312票を獲得した黒潮選定され次週11月11.12日の第2回列車から黒潮号の列車愛称が付けられた太平洋戦争以前の日本において特急列車以外の国鉄列車に正式な列車愛称が付いたのは異例なことである当初は規制再選が聞いた鍋止まりのため地元の名工自動車が 白浜までの連絡バスを運行したが、1933年12月には、規制再選が、金戸ト大駅まで延伸、黒潮号向き板鍋から、白浜温泉の玄関口である、浜口駅、現在の白浜駅まで、運転区間の延長が実施された。黒潮号は非常な瞬速列車であった。前述の通り半和電気鉄道線内では、同社の保有する電車で、 国鉄客車を牽引、当社のノンストップ調特急と同様に天王寺、東和歌山、現在の和歌山間を45分運転だが、6 1 2トルの区間を平均時速8 1 6トルで走破し、この区間に限れば、当時の日本で最速であった。そして規制再線でも東和歌山、白浜口間ノンストップで2時間9分運転、上り列車に関しては、 紀伊電駅に停車して、所要2時間12分という、ローカル線の蒸気機関車牽引列車としては、限界いっぱいの運転が行われた。この結果、天王寺から白浜口までの170キロメートル弱が3時間で結ばれたのである。一方、大鉄局の案に反発した、南海鉄道は当初、朝潮号という別の直通列車計画を立てていた。しかしこれは、実現に至らず、 結局は、半和電気鉄道と同じ形式で商船乗り入れを実施することとなり、1934年11月17日から黒潮法に併結する形で、南波発の南紀直通列車が実現した。やはり200馬力級の電動機を4機搭載する、もは2001系2両を用いて3両の客車を牽引することで、従来の南海本線内特急は、 南波和歌山市間の所要時分が60分のところ、南海、黒潮号は55分運転としたところに、反話に対する対抗心が伺える。和歌山市に着いた客車は、国鉄蒸気機関車に牽引されて、東和歌山駅まで走行。ここで、天王寺発客車を複雑な入れ替え手順を経て並結し、共に白浜へ向かうようになった。号のダイヤ設定は、 土曜の午後に大阪を経って夕刻白浜期日曜夕刻に白浜を経って夜に大阪へ戻るもので週末の一泊温泉旅行に最適であった。ゆえに当時の関西人からは大好評で黒潮列車の通称で広く親しまれた。脱客時は定期運行とは別に臨時黒潮号と呼ばれる日曜日帰り列車が設定され、 年始1月1日から5日までの間は毎日運転された。青井竹氏の長編探偵小説、船不可の惨劇、1935年は日本で初めて列車ダイヤをアリバイトリックに用いた例と言われているが、主な舞台の一つは南紀地方であり、冒頭を飾ったのは黒潮港と半和、南海の競合に関わるアリバイトリック解明であった。 しかし、この華やかな時期も長くは続かなかった。1937年7月の日中戦争勃発に際し、リゾート列車である黒潮号の運行は、普及不要の贅沢とされた。このため黒潮号は、同年12月のダイヤ改正で廃止されて、短い歴史を閉じた、年始5日間の臨時黒潮号は少なくとも1940年までは、継続。 ただし、黒潮号以外にも、日曜列車、平日列車と呼ばれた南紀直通列車が黒潮号と相前後して、毎日直通運転されるようになっており、こちらは、黒潮号廃止後も、半和、南海線内電車牽引で存続した。同列車は、半和電気鉄道の南海合併が内定していた1940年8月改正で、半和電鉄単独の直通運転に変更され、 戦時中の1943年に一旦廃止された。半和電鉄は南海合併を経て1944年に国有化され半和線となったため、戦後は規制線と系統を一体化することとなった。南海との直通は1951年に復活したものの、普通列車が1972年に黒潮号の後継となる急行列車であった。 木の国としても、最終的には1985年に廃止されている。2012年現在、阪和線には、戦前の黒潮号の流れを組む、優等列車として、特急、黒潮が運行されている。電化された、阪和、南海両車線と非電化の商船との直通であるため、各車線では、商船客車にから3両を、自社製電車、 半和車線内は通常もた300系あるいはも400系、南海車線内はもは2001系、電球系電車が牽引し、商船では8620系蒸気機関車、白浜口延伸後は C11 系蒸気機関車が牽引する形式が取られた。1933年の運転開始当初、商船客車には、 熱海線から回された20メートル級のスハ32600、スハフ34200、スロハ31450、スロ31000、いわゆるスハ32系が使用されたが、電車経引には過重であったため、1934年の南海との直通運転開始以降は17メートル級の、オハ32000、オハフ34000、オロハ31300、 オロ31系に変更された。電気鉄道ならではの問題として、電車は客車に暖房用のスチームを供給できない点があった。そこで当時、電化されていた東海道本線の東京地区ローカル列車用の客車に直流1 5 0 0ト電源の電気暖房装置が併設されていたことから、これを南紀直通列車用に転用することにした。 半和線内では、電車から客車に電源ケーブルを引き通すことで、陶器の暖房が可能となった。同時に、半和電気鉄道線への乗り入れに充当される、鉄道省保有客車全車に対し、電車用の制御線引き同士工事が行われていた。このため、多客機の客車増結などで牽引力が不足する場合には、先頭の電動車2両だけではなく、客車の編成最後尾に、 さらにもう一両電動車を増結して、先頭車からの総括制御で後押しさせることが可能であった。さらに一部の客車に対しては、電動車の増結のない場合に、杉本町から終端式、行き止まり式ホームである半和天王寺駅へ、推進改装を運転する際に備え、車掌室に電動車を総括制御するための主幹制御機とブレーキ制御弁を取り付ける改造が施されていた。 なお、半和電気鉄道は、この直通客車の並結作業によるタイムロスも我慢ならなかったらしく、後述するように国鉄 C57 型蒸気機関車をベースとするオリジナルの南紀直通運転用蒸気、機関車の製造も打ちしていたことが知られており、機車製造の手による計画図が今に伝わっている。最も検討作業を行っている間に、戦争激化でそれどころではなくなったため、 この計画は沙やみとなっている。黒潮号他南旗直通列車の経緯には、もた300系、または模様100系電車が2両、内資3両程度重当されていたが、電車は規制再線内に直通できず、東和歌山以南の輸送力がそれだけ減少することに言った。また東和歌山駅では、直通客車と電車、 蒸気機関車の連結、解放による複雑な入れ替え作業で時間を要したため、半和電鉄線での高速運転による時間短縮効果が相殺されてしまった。このため、東端式でホーム有効長が限られる半和天王寺駅の施設を極力有効活用しつつ、南紀直通列車の実質的な輸送力を拡大する方策が模索された。その過程で、 半和電気鉄道が自社で専用蒸気機関車を保有して規制線直通列車牽引に充てるプランが浮上し半和電気鉄道と車両メーカーである機車製造との間で真剣に検討された残された計画図によれば検討された機関車は当時鉄道省がアカ線向けの旅客用正式機関車として量産を始めていた c 五十七型蒸気機関車を元に 半流線型のケーシングを被せたような形状とした軸配列 C1 パシフィック系の加熱式点打機関車であった。もっとも、この計画は、吸水、保守面での問題と、その後の輸送状況の変化によって、最終的に放棄されている。南紀直通列車の専用形員機関車導入案は、半和電気鉄道が1940年に、 南海鉄道へ合併された後にも浮上した。従来、半和と南海の両車線から直通していた南紀直通客車運用が山手線、旧半和電気鉄線に一本化され、山手線ではこれまで以上の輸送力強化が求められた。しかし、この頃から戦時下における資材難に伴って車両故障が多発するようになっていた。 従来南紀直通列車を牽引してきた大出力電車についても主電動機故障の多発に対処しきれず客車牽引可能な電車の確保に困難をきたすようになった。南海鉄道ではこのような問題の解決策として鉄道省に大型電気機関車 EEF51 系の払い下げを申請、陳情したが当時は国鉄も機関車不足の状態で要望は実現しなかった。 そこで、南海は、給与の策として、旅客列車系飲用電気機関車、e d 千五百系の新規製作認可を申請することになる。合わせて、在来型の貨物列車用機関車、六コ1系他のゾ備も目論まれ、九百四十二年五月十三日付で、e d 千五百系千五百一から千五百三号機、六コ1000系1零1 0号機他の、 車両製作認可申請を提出している。もっとも ED1500 系の投入について、南海鉄道が実現に、どの程度前向きであったかは不明である。むしろ本命というべきは、貨物用電気機関車の増備認可獲得で、申請直前の時期に落雷事故で、6戸線産0 0 3が使用不能となるなど、当時の山手線貨物用機関車の不足状況が背景にあった。 とはいえこの史実は、専用電気機関車の導入を起とされるに値する、需要が、戦下においてもなお、南紀直通列車に存在したことの例証とも、言えるであろう。結局 ED1500 系の導入案は、戦時下における、観光、遊覧旅行を著しく制限する当局の政策と、これに伴う南紀直通列車の廃止で、その必要性がなくなり、頓挫している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。